モイゼス・シエラは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグのドスラレドス・オールズ所属。中日ドラゴンズ時代の登録名は、モイセ・シエラ。2005年に、トロントブルージェイズと契約。2010年のオフに40人枠に加えられた。トロントブルージェイズ時代2012年7月31日に、 ピッツバーグパイレーツに移籍したトラビス・スナイダーに代わって AAA 級ラスベガスフフィィテワンズから昇格し、同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たした。西右翼主、ホセバティスタの不在により出場機会を得たが打率224とまだまだ力不足だった。守備でも早球動作のつたなさを指摘された。2013年は 開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会でドミニカ共和国は優勝している。シーズンでは35試合に出場して打率。290.1本塁打、13打点、1盗塁の成績を残した。2014年は開幕ロースター入りしたが、13試合に出場して打率。 零五級と結果を残せず、5月1日にリーフとなった。5月3日にウェーバー工事を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。この年は2球団合計で96試合に出場して打率。230点に本類打9打点、3盗塁の成績を残した。10月25日にウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。 12月16日にリーフとなり22日にマイナー契約に切り替わって参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ降格した2015年4月5日に開幕をトリプル A 級オマハで迎えることが発表された7月22日に自由契約となったオフはドミニカ共和国のウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに 参加し、ヒガンテスデルシバオに所属した。12月31日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。2016年1月12日に、参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズへ、配属された。この年は、A 級ジャクソンビルサンズでプレーし、82試合に出場して打率。336.9本塁が37打点。 6盗塁の成績を残した。2017年はトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスでプレイし、123試合に出場して打率、294.11本塁が68打点、18盗塁の成績を残した。オフの11月6日にマイナー契約を拒否したため FA となった。2018年1月10日にはシントンナショナルズと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加のトリプル a 級シラキュースチーフスで迎え、4月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月20日にリーフとなり、22日にマイナー契約でトリプル a 級シラキュースへ配属された。2019年3月21日に、 メキシカンリーグのメキシコシィレッドデビルズと契約するが、開幕前の4月3日に、オアハカ・ウォーリアーズへ移籍した。12月4日に中日ドラゴンズと育成契約を結んだ。背番号は211。2020年3月26日に支配下登録に移行された。背番号は45。9月29日の阪神タイガース戦において1、群発昇格を果たし、 同カードにおいて打率364.1本類打、2打点の活躍を見せるもその後徐々に成績が下降。11月8日に来期の契約を結ばないことが球団より発表された2021年3月4日にメキシカンリーグのドスラレドスオールズと契約したことが発表されたありがとうございます